デュアルパケット定額とは、ソフトバンクの第三世代携帯電話、ソフトバンク 3G 専用のパケット定額制サービスである。ソフトバンクモバイルのソフトバンク 3G 端末への割引サービスの一つでパケット定額制を実現するサービスであり、2005年6月1日より開始された。ボーダーフォンでは2004年11月21日より基本プラン。 バリューパックシルバー以上の契約者を対象に、ボーダホン 3G 端末でボーダホンライブやメールサービスを国内で利用する場合において、月額3900円で定額利用が可能なパケットフリーを提供してきた。一方、au が Win サービスにて通信料に関わらない一律料金ではなく、料金と通信料について最低値と最高値を設定し、 その間を重量課金とするダブル定額サービスを提供し、通信量の比較的少ないユーザーでもパケット定額制サービスを気軽に利用でき、いわゆるパケ氏の心配がないとして好評となっていた。そこでボーダフォンではパケットフリーをダブル定額のような課金方法のサービスに改定し、名称をデュアルパケット定額とした。 その際、適用可能な基本プランの制限も撤廃された。PC サイトブラウザと PC サイトダイレクト開始後は、PC サイトブラウザを使用した月は、自動的に上限5700円、PC サイトダイレクトを使用した月は、自動的に上限9800円とする形で対応した。ただし、モバイルパソコン等に接続してのデータ通信や、海外での利用については、 定額制の対象外である。なお、デュアルパケット定額は、加減が他社サービスの内最安のダブル定額ライトと同じ上加減間のパケット単価が他社サービスの内最安のダブル定額と同じ上限が他社サービスの内最安のパッケ放題と同じであるためどの使用量においても、他社のどのサービスの料金も上回らないようになっていた。ありがとうございます。